山本由伸は6回5安打1失点も、今季初黒星を喫した。ロッテの佐々木朗希投手が14日、ZOZO マリンスタジアムで行われた、オリックス戦で、今季2勝目を挙げた。7回105球を投げ1安打無失点、2四球11奪三振の快投で、最速は163キロをマーク。初の投げ合いとなった、オリックスの山本由伸投手との、侍対決を制した。3月のワールドベースボールクラシック、WBC で、世界一に貢献した。佐々木朗は、シーズンに入っても、安定感抜群。今季初先発だった6日の日本ハム戦でも6回、1安打無失点11奪三振と圧倒して、白星を挙げていた。これで、今季2試合、計13イニングでわずかに安打無失点、防御率 0.00 を続けている。